これで出さないと映らないな。さあ、1、2、3、6、5、4、3、2、1、スタートということでですね、さあ始まりました24時間生活ですね。私の毎日せっかくないので、ね、すぐにね、準備していきますよ。ということで、これ言うと20時で設定してやります。20時設定で、あれ、入らない。なぜだ。これで20時のが投稿されましたね。されたんで、さあ、明日が記載会で、こういう、そうするとこんな感じでね、今できなかったのが投稿できるようになりますんで、20時で設定してやって、今日の20時で。で、すぐ公開は、これがしてあっても、これで玉取ってもできるんで、とりあえず20時までの予約投稿をこれで完了させて、で、次のシリーズの投稿からやっていこうと思います。ということで、こんな感じで登録が完了すると、すぐにはね、投稿ボタンが押せなくなってますんで、よいしょ。今こんな感じで登録中になります。行動は終わってるんで、多分早々早めには終わるはずなんですけど、こんな感じで、次の動画の投稿までに、ちょっとね、間が空くんですよね。これ YouTube と違うところですね。この登録、エンコード作業中も、次の動画、バンバンアップロードできます。アップロードの上限が、YouTube は、TikTok から始まった。YouTube の場合は、そのアップロード上限の、1日に何十本って、これチャンネルとか設定によって変わってくるんですけど、それによって、変わってくるんですけど、あの、それに聞かなければ大丈夫なんですけど、さあ、早速動画アップロードしていきましょう。YouTube みたいに、他のファイルのね、ところから、ドラッグして、ドラッグ&ペーストして持ってくれば大丈夫ですけど、ちょっと他のファイルが見れないような設定になってるんで、横のね、画面のところからね、ドラッグして持ってきます。1が終わったから、次は35の1からですね。これ35って何の動画だったっけ？最初だったけどちょっと時間かかる。あ、養老鉄道ターミナルか。なるほどね。やってですね。で、ちょっと仕様をね、昔の、投稿仕様になってるので、ちょっとだけ変えてね、養老鉄道ターミナル完全制覇。これ全く新シリーズなんで、ちょっと、いろいろと変えていかないといけないと思うんですけど、シリーズ、上からやった方がいいか。こんな感じで動画の投稿から始まって説明文を入れることができます。で、いちいちね、考えるのも、難しいんで、YouTube のね、過去に作った動画は、結構昔の動画で、ね、ちゃんとね、概要欄作ってたんでね、それがあるんで、そいつを入れてありますと。こんな感じで一番端っこが、その次投稿する動画で分かるようにしておいて、すぐに投稿できるようになっております。で、この当時のやつはね、気をつけないといけないのか。一応ね、ちょっと古い動画なんでね。よいしょ。どうしようか。何月何日っていうのがないのか。この当時は。そっか、この当時はあれか。概要欄が。何やな、どこになったっけ、あ、これで見てるかな、6月7日ですね。よいしょ。こんな感じでね、切り込みと入れておいて、作っておきますよという形ですね。そう、ちょっとね、価格設定とか変わってますけども、当時のやつそのまま持ってきますんでね。で、細かくね、ABS
ちょっとね、チェックする、時間がないですから、今回は。で、次にね、これがね、ジャンルの設定ができます。このあたりは YouTube とあんま変わりませんよね。で、共通説明文っていうのが、いわゆるテンプレ概要欄みたいなやつと、二つに分けて、セパレートすることができます。ですので、共通のやつはここに入れておいて、このね、ホームページとかありますよとかっていうのを入れておいて、上のところにそんなやつを入れてあるって感じにしてありますね。で、いいねを押してもらった人にお礼メッセージを送ることができるんで、まあ、もちろんもう、共通のお礼メッセージを、作るような形にしてありますっていう感じですね。こういうのが、いいねっていう機能が。まあ、要は、グッドボタンを押してくれると、できますよって言うんですけど、グッドボタンというのもね、どっちかというと、ポルノハブにおける、グッドバットとフェバレットボタンっていうのがあるんですけど、あっちはね、あのフェバレットのボタンに、意味合いは近いみたいです。で、このグッドが多いと、結構その収益にも、ポイントにも影響があるみたいです。で、タグの設定をしておきます。ニコ動においてはタグって非常に大事です。で、基本的には、同時に、最初に6個まで設定ができます。まず、山城スターステールっていう、うちの動画だよっていうのがね、一発でわかるやつを入れておきます。ただ、こういったね、個別のやつだけを入れると、タグから新規で入ってくるお客さんがいないんで、一般的な言葉も使ってきます。で、今回でしたら、養老鉄道ですね。鉄道、養老線、あとはなんだ、これ、ヨーロ鉄道、ヨーロ線ってすごい、もう、ヨーロ鉄道の方がいいかな。いちいちヨーロ鉄道、ヨーロ線まで入れて見る人は多分少ないと思うんで、タグってその、ヨーロ鉄道、ヨーロ線って入れておいたら、ヨーロ鉄道って入れても出てくるのかって言ったら、これ出てこない。で、基本的にタグは、完全一致でないと出てこないので、そこのところが実は溝になってきます。ので、こんな形で、あと鉄道、三重県、これ何だっけとか1,2,3,4,5、あとはなんだ桑名駅かな、これやったら、こんな感じで、一般的なね名刺とかも入れることによって新規のお客さんがね入ってくれるような形になります。で、YouTube と大きく違うのが、そのプレイリストよりももっとちゃんと、シリーズ、的な動画として、組むことができます。シリーズっていうのがあります。で、実際、動画を再生するとこのシリーズっていうのが基本的に、リストになってくるんで、次の動画を見ますかみたいな感じで、出てくるのがそのシリーズの次の作品っていうような形になってきます。ので、このシリーズは、そのシリーズごとにね、作るような形でやっています。うちのところは、ST03 ぐらいね、養老鉄道ターミナル完全制覇の旅シリーズっていうので、作ってみましょう。まあ、こんな感じでいろいろ作ってますね。で、今回から、新しいやつがね、035、養老鉄道ターミナル完全、ターミナル、ターミナル、完全制覇の旅。切りますね。そうだね。ターミナル。いやー、そりゃいつも駅って入れてなかったな。今回入れとこう。という感じですね。で、公開で。で、これはすぐに公開しておきます。で、コミュニティに動画登録というボタンがあります。コミュニティっていうのを作っておくと、そこのコミュニティに、会員登録してもらっている方は、そこのところに入れることがで、から見ることができますよということで。実はうちのところってその2014年頃にそれが作ってあったんですよね。そう、昔はチャンネルのフォローとかがなかったんで、チャンネルごとにコミュニティを作っておいて、このコミュニティから、見てもらうと、わかりやすいですよっていうのがあったんですよね。で、次にサムネイルがあります。あ、ちなみにその、その人を管理者みたいな扱いにして、メンバーが編集できるようにすることもできます。で、コンテンツ3の作品とかっていうのはちょっと今回省きます。ちょっと後々ちょっと落ち着いてから話そうと思います。これでも落ち着く日もあるのかな。よいしょ。で、次に動画のサムネイルなんですけども、で、作ってあるのが、今回は何だったっけ。養老鉄道ターミナルね、これですね。もう、実はね、うち、作ってあったデータを全部こういった元データ保存してあるんで、もうこいつからまたね、新しく、まあ画像データのバックアップから取ってきてもいいんですけど、探すのめんどくさいんで、あっちの方のが。
こっちの方が持ってくるわけですね。で、画像選択で、そうすると、ダウンロードしたのが選べますんで、これもプレミア会員の特典ですけどね、これで、渡航することができます。で、いつもだったらこれタイマー公開するんですけど、今回はもうとにかく数を当たってくんで、これで動画投稿を完了します。投稿確認よしと、いうことですね。これで投稿が完了します。で、ここからエンコードがかかってくるっていうことなんですけど、実はね、一つ、メリットがありまして、ニコニコ動画、アップロードするときに、これにこの時間がかかるのが、今回のネックになってくるんですけど、このね、YouTube からダウンロードしたデータを、使いますんで、今回の場合はね、まあ、うちのチャンネルのところでそのチャンネルのデータを持ってくるっていうので、その元のデータが 3GB を超えてるんですけど、YouTube にアップロードしたやつから再ダウンロードかけると軽くなるんですよね。200MB ぐらいできるんで、あ、もうできた？嘘、早い。できたね。あ、できてますね。ってことで、じゃあ、続きのやつを投稿していきましょう。こんな感じで35が、1が終わった。